どうもカメラトークです。カメラトークです。ほいということで今日なんかね、なんかね写真2つ並んで設定の値がここに出てますけど、やっとですよ。ようやくだね。やっとですよ。そのお酒を奢ってくれた ちゃんと言わないと。青柳さん、あのやっとご期待のあの ねソニーのカメラの話ね、リクエストだったからね、リクエストなんですけど、で、ソニーのカメラのよもやば話って言われたんで、なんだっけ、何を話せばいいんだっけなって、ね、よもやば話なんだ。とりあえず思いついたのが、やっぱソニーのカメラ2台持ってる、で、マウントが一緒で、センサーサイズ一緒、で、いい比較だなと思うのが、新世代のいわゆる2000何十万画素、こっちは旧世代の低画素、さあ暗いところでどういう違いがあるのか。一応 7S2 に関しては、その高感度耐性がいいって言われてたやつですね。そう、まあ画素が少ないからっていう、っていうところで、まあ、ちょっと比較をしていきたいと、でもし、そういう動画じゃねえと求めてるのはっていうお話である。そうね、ね、そういう可能性もありますか。 その時はあの、コメントいただければ、そうね、納得するまであの一応おごっていただいて、しかも結構高いお酒を、ね、そうだね、買っていただいたので、そうだ、ね、3回ぐらいまでは訂正を受け入れようと。何の仕事よこれは。でもおごってくれた人にはね、いやそうよね、そうこんな嬉しいことないからね。ないですよ、本当ですよ、ありがたいことです。遅くなって申し訳ありませんだよね。本当にそれは本当に申し訳ないですけども、ね、ようやくだね、やっとやってきますんでよろしくお願いします。でも違う可能性があるね。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、で、まずこの比較を出していくんですけども、前提条件として、ちょっと、設定同じにはしてるんですけども、ちょっと変えてるところがあって、ほう、あのね、α7C、まあ新しい機種だからなのかどうなのかってところなんですけど、ノイズ処理、要は、高感度ノイズのフィルターっていうのが、まあどっちにもあるんですけど、どっちも最大にすると、α7C のノイズ処理が割と強めなんですよ。ほう、まあ、世代が新しいっていうのもあると思うんですけども、やっぱりその辺のノイズ処理がきっちり、強いっていうのはどういうこと？ノイズがなくなるんですよ。ほう、ただ印象的に少しやっぱりそののっぺりした感じになるのかなっていうところがあるので、ちょっと印象的に合わせるために、α7C の方はノイズフィルターを1段下げてます。ほう、それってマックスの方が良くなかった？いや、でもマックスだと、例えばこのアップした時に、いやちょっとね、要は普通に撮って、なんかこう物として出すときに、ちょっとフィルター強すぎじゃねえかっていうぐらい思ったんですよ。あ、割と俗に言うもう加工したっぽい感じが出る、感じがね、出てたんで、そういった意味ではちょっと下げ、普通の常用するためって考えても、ちょっと下げたかったなって思ったので、そんだけ差があったってこと。結構強かったですね、ノイズフィルター。なるほどね。という意味ではちょっと、まあ、条件そこだけ違うんですけども、それを踏まえた上で見ていただくと、まあ、あれですよ、もし要望があればノイズフィルターマックスの、そうじゃねえみたいな、そうノイズフィルターマックスの状態で比べるっていうのも今度やりますんで。もう先打っとく、そう、なるほどね。確かにそういった意味ではそうか、ノイズフィルターの進化っていうのも見たいっちゃ見たいですよね。そうだよね。で、まあっていうところで見ていくんですけども、まあ、ね、とりあえず作例的にはちょっと 7S2 に合わせたところがある感じね。そうです、そうです、はいはい。でも違うもんね。違うんですよ、うん、あのちょっとね、これ見てると分かんないと思うんで、動画にはねちゃんと写真を貼るんですけど、同じ露出設定だと、7S2 の方が明るく撮れる。ああ、ね、はいはいはい、はいはいはい、そうなんですよ。で、その、なんかこっちの方が明るいのが気のせい、映ってるところが違うんですよ。そういうことね、これね。鼻、一番ピントを合ってるところを見てもらうと一番いいんですけど。おこっちの方が明るいですよね。こっちの方が要は色が出てる感じがするし。そうかな、俺こっちの方がちょっと明るい気がするんだけど。そうか、これ、この写真はね、あくまでも、はいはいはい、なんかこのさ、こっちの鼻のこの感覚からするとこっちの方がちょっと明るくね
っていう気はするけどな。そうっすか、うん、特にこの葉っぱの下の葉っぱ見るとわかるんだけど、ちょっとこっちの方が明るいかな、まあ、ちょっと微妙に角度がずれたりとかするかな。まあね、その辺もあるかもしれないね。まあ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 、ちょっと他の写真も見ます、ね、うん、はい、これはノイズ感違うね、全くね。そうなんですよ。ああ、なるほど。こっちの方がでもちょっと少ないのかな。でもそう、いや、ノイズはこっちの方がやっぱりちょっとこう、うん、ノイズっていうよりかはボケに対しての、うんうん、なんだろうな、処理がすごい荒い感じはするのよ、うんうんうん、なんだけどやっぱね、思うのここの下の葉っぱ見ると分かるんだけど、うん、こっちの方が明るい気がするな。明るいっていうかくっきりしてるんじゃないですか。くっきりはしてる、ね、なんか意外とそう。だからその画素が大きくてもやっぱり新しい方が映像処理っていう部分で優れてるのかな、うんうん、ここのディティールなんかもこっちの方が明確に出てる、ね、うん、そう出てるんですよね、うん、これ意外な結果っていうか。まあでも それ多分センサーがやっぱり良くなってるよね、うんうんうん、そう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 、うん、だからそういうところを見てきたので、うん、あの α7S3 って動画に振り切りすぎてるので、うん、逆に今後出るであろう α7-4 っていうものが、うん、はいはいはい、いわゆる通常のラインレベル、うん、ラインナップ、うん、あれがどうなってくるかっていうのがすごい気になるかなっていうのは。なるほど、うん、あるんですよ。そう、なんかね、その同じ設定でこっちの方が多分明るさでも明るいと思うんですよね。ただこっちの方がくっきりしてるから、俺さ、なんか今こう見てっから、あ、そっち、そう、あ、モニターの角度そうそうね、モニターの性質ってなんだ。ああ、はいはい、これで見ればいいじゃないですかああこっちで見ると、でもそうね、明るさで言うんだったら、うん、でもディテールで言ってたらセブンシーの方はちょっと出てるかもしれないですね。出てるね。そうそうそう。アルファ 7S2 ね、うん。高感度に期待しつつ、ハッタリのために買ったんですけど、セブンシーの方が結果が良さそうな。じゃあ次も行きます。行きましょう。ああ、こっちで見るとあれだけど、俺こっち、あの、うん、パソコンの方の画面で見ると確かにセブン S2 の方が明るいね。そうなんですよ。まあね。画素が少ないから、うん、画素あたりの明るさが大きいってところが大きいんでしょうけど、うん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 、でもそれ考えるとな、セブンシーのノイズ処理うまいなっていう印象があるんですよね。で、ただこれを、か、え、そうですか、うん、どっちの方がいいですか。いや、なんともちょっとあれなんだけど、あんま分かんないって感じですかね。どっちなんだろうな。俺だ、でもなんかセブンス2の方がいい気はするけどね。うん、 うん、 うん、うんうん、なんだろう、同じレンズですよ。でもそうです、そうです。ねえ、なんかね、あー、でもそうか、確かに若干そのどうなんだろうな。これ多分なんだけど、そのソフトウェアの処理が、うんうん、かかりすぎなのかな。なんだろう。あ、まだ強い感じします。ボケに関しても、うん、こっちの方が自然の、あのセブンの方が自然な感じはする。自然さあるかもしれないですね。そう。なんだろうな。だからこっちセブンシーの方の、うん、そのノイズフィルターを最高にしとくと、いや、もっとですよ。あ、いや、でもね、多分青柳さんはそれ違う、あの、そっちも見たいっていうですね。いや、それはじゃ あのやりますよ。なるんじゃないのかな。先に代弁しとくけど、うん、まあ、かといってこれをやった後にそれだけをテーマにやるとかなるんで、ちょっとなんか生配信の中とかでね、まあね、ちょっとついでにやってみるみたいなところがあると思うんですけど、テーマ自体が違うときは、取り直します、はい、取り直すんじゃなくて、追加でやります。追加ね、はい、ですね。いや、だからその、うん、世の中で言われている、低画素の方が高感度に強いっていうよりは、うん、同じ感度だったら低画素の方が明るく撮れるよねっていう、うん、で
印象を同じ明るさにした時にノイズが少ないのは当然感度を下げられる低画素の方が強いっていうのが多分そういうことなんだろうなと。でも多分なんだけど、うん、その画素数が例えばまあ全然違うじゃん、うん、けどこのモニターで見ちゃうと結局その画素数の違いってそんなに如実に出るかっていうと、ね、分かんないですよね。出ないんだよ。でそう考えるとやっぱりだから写真にしても印刷物とかじゃない限りなんだろうな、どっちでもいいよって話ですかね。どっちでもいいよなよりかは、うん、やっぱ俺画素数少なくても全然こそっちの方がディティールだったり、うん、光の取り込み方その表現の部分もおいても 7S2 の方がやっぱり上の気はする。そうっすか、うん、俺はほう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 俺はね。なるほど。うん、同じレンズでここまでかけてるってことはなんか随分ボケも違う しここの周りも違うのよすごい、うんうんうん、でなんだろうな、なんだろうな、ボケてる感じがなんかこっち自然なんだけどこっちなんかちょっとやっぱり違和感が若干あるかな。それで言うとちょっと今度あれですね、アルファ 7C のそのノイズフィルターの強さを3段階あるんですよ。そうだからそれ、それを比べてみたいですね。それはそれはそれでいいのかな。なんかこの処理の仕方が、うん、なんかねエフェクトが強めみたいなイメージになるんだよね。まあその辺はでもやっぱ新しくなるにつれてフィルターの精度も上がってくるっていうのを見越して、結局さフィルターイコールさソフトウェア処理じゃん、うん、そう加工してるってことですよね、うん、だなんかそこがすごくこうちょっとまだiPhone とかと一緒でこなれてない気はする、うん、あそうかそうか、そうだからその違和感がなんかちょっと出てるんじゃないかなって気がする、うん、だ多少ノイズが多くても自然に見える方が好みなのか、それで 7S2 の方が画素数少ない分取り込んでるし明るく見えるのもあるけど、なんだろうなディティールに関しても結局フィルターかけてないに近いもんじゃん、うん、要はだからなんだな、その処理も、うん、その今みたいながっつりかけてるようなんじゃなくって、なんかこう最大限そのレンズとしての通したものっていうのを反映してる気がするかな、うん、なんか、うん、ボケ方がこっちの方がやっぱ俺が見る限りは自然。なるほどね、うん、で 1.8 にしても、うん、7C のはねなんかねすげえ加工した感がすごいちょっと出てる俺から見ると、なんか 7S の方が自然だなってなってくると、今後発売される α7-4 あたりのやつっていうのは、うん、どっちの方に持っていくかっていうところなんですよね。いや何とも言えないよね。だから、うん、例えばさそのソフトウェアの処理だとしたらそこってガンガンブラッシュアップしていけるからさ、まあそうですね、結局でファームウェアもそうだし、その新機種になればその最新のっていうところになってくるし、そのどんどん不自然さが取れてくるとは思うのよ。そうなんかだから、まあ、どこまで近づけるのかなって気はする。いやそうですね。そうでなってくるとその、ね、これの 7S2 の次の 7S3 なんかっていうのも、うん、例えばその大きなプリントをしないんであれば、うん、写真としても選択肢として、うん、あ全然ありだと思うよ。ということですよね。そうでそれはね結構レビューとか見てても、うん、撮ってる本人もそういうふうに言ってる人多いし、なんか、うん、だいぶまあそこそうよねっていう。それこそ森口さんの あんまりお好きではない根沢雲助さん。あでも俺が今頭の中に思い出浮かんでたのは違う人。あもちろんそういいんですけど、うん、その人も言ってたのがやっぱりそのS3 で撮った写真が、うん、今だとフォトショップで確か拡大してもその AI を処理して、はい、っていう意味ではディティールね、そうそうそう、そうシャープネスがすげえで高画素化するときに、うん、結局高画素のカメラで、うん、内部でノイズ処理をしたものと、うん、じゃあ低画素のものでくっきりしたものを拡大してとか画素数を増やして、うん、AI 処理をしたものな、そんなに変わんないんじゃないかみたいな、うん、っていう話をしてたんで、そういう意味ではその今っていうとコンピューターで表示したりとか、うん、SNS っていうのがメインだったりとかウェブがメインっていうところになってくると、うん、もう積極的に低画素の方を選んでおいて、うん、
だから俺もともとその写真にしても例えばさ、なんだろうな、高画素になればなっていくほど何の需要があるのって言ったら本当に一部の尖ったところの世界だけじゃん。あの世間一般の人ってさ、うん、結局さ普通にパソコンで言うたってレティナだったり、うん、要はある程度高画質使わにはなってっていうけど、うん、言うたってそんな、なんだろうな、 8K とかいらないじゃん、だって普通だって全然、うん、でだからそっちに方向に行くっていうのはよくわかんねえなと思っててさ、なんかその結局カメラ作ってるのが家電メーカーでもあるからテレビを高画素化していくじゃないですか、うん、8K とか、でもっと先の話じゃん、うん、でまださあの世間一般で言うとその編集だとかさ現像の人のさ、ね、生かす部分のさ、うん、ところで逆に負担が増えるだけだから、うん、そこまで求められてもしょうがなくねっていうのはあるんだよね。いやそれこそ SNS っていう話で言うと α7S2 で撮った時と 7C で撮った時、うん、もうなんか手軽にカメラから Wi-Fi でスマホに飛ばして、うんうんうん、まあちょっと写真アプリで色いじってってやった時に、うんうん、まあ S2 の方が早いんですよ、うん、転送が。だってほうほうほうサイズが違うから。そうね、そういうことだって、うん、随分古い機種と、うん、まあ最新じゃないですか、うん、で Wi-Fi の性能って違うはずなのに、うん、S2 の方がはるかに快適にこう転送が早く収まるっていう、軽いってことだね。そう、うん、ってなってくると、うん、そっか、もし仕事で使うとしてもですよ。えでもね、うん、仕事で使う人がよく言うのは、うん、あの高画素で撮って大きく撮っておけばトリミングする方が質がってって、うん、それごめんね、下手って言ってるようなもんだね。俺はなるんだよ。ね、うん、それってさ、なんだろうな、なんだろう、確かにその保険的な意味合いで言うんだったらありだけど、うんうん、それ公言してはばからないのはなんだろうな、あの腕ないですって言ってるようなに聞こえるから、うん、いやもうちょっと腕ちゃんと磨いた方がよくねそれってなっちゃう。だからそのアウトプットで高画素が必要っていうことと、うん、撮る時の保険としての高画素って違うんですよね。なんかさ、それで高画素万歳は俺の中ではないんだよね、うんうん、そうだからなんだろうな、今ってそんな高画素求めてて、 なんだろうな、アウトプットが特殊な人っていうのは一部いると思うんだけど、うんうん、普通で考えたらそんな高画素いらなくねっていうのが本音、うんうん、だからまあ FP にしてもさ、高画素になっても何にもなんか響かない、うん、それこそだって1000何万画素で要は A4 ぐらいまでは、うん、そうこと足りるじゃん、ね、で2400だったらもう余裕すぎるわけよ、うん、全然なんかえ十分じゃないのそれってなるしね、うん、でそれでトリミングできるじゃん、いやそれ腕ねえって言ってるようなもんなんだけどな俺からするとっていう、まあ確かにね、っていうね、なっちゃうんだよ。なんかさ、うん、プロの人でそんなこと言う人俺聞いたことねえもんだって。まあ確かに腕ある人で、うんうん、まあでもそういった意味ではこういうカメラが一般化、昔よりも一般化してきたっていうところで、うん、そこをカバーするっていう需要が、うん、まああるといえばあると。まあそうで、ちゃんとカメラで頑張っていこうと思うんだったら、うん、やっぱり難しい環境で綺麗な絵を残す低画素の方が、うんうん、全然需要高い気がする。画角のものではなくて、画角ではなくて、うんうん、やっぱ暗いところとかっていうところで、そうね、だからアドオンジそっちの方がやっぱあるけどな、うん、俺は。そうなんですよね。そういった意味だとソニーのラインナップって、うん、でも高画素真ん中低画素を用意してるっていう意味では面白いなと思いますよね。まあね、他のメーカーで低画素のカメラないですよね。そういえばそんなにない、うん、そんなにっていうか、まあだからあのまあそうね、ルミックスで言うんだったらそのほらあ、ね、GH5S、うん、低画素じゃん。であれは動画のためにだしな、うん、まあでもセベスも一応 そっち方面意識はしてるのか。あそう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 、うん、まあなんだろうな、そうなんだよな。だからその意味では、うん、それこそ2000何万画素必要なんて本当に必要だっていう時に考えるとあの動画の 8K 撮るみたいな。だから俺動画さ今さ、なんかみんな 8K とか 6K8K とか行くじゃん、うん、えそれ撮ってどうすんの、それ何やんのって思うの。いやあのそうですね、それこそそのテレビとかの映像制作そのあっち系、要は画面が大きい、そうだから、違う、特殊な人しかいねえじゃんそんなの。そうっすね、うん、なんだよ、だからみんななんかさ
8K に来たいとかってさ、え、あ、 8K 撮れて、え、お前編集できんのってなんのね。なんか 8K 撮るんだったら、それこそテレビの制作現場だったら、逆にそのね、このカメラじゃなくてビデオ専用の、うんうん、なんかさ、違うやつを使えばいい。じゃ 4K ですらね、うん、なんだろうな、それなりのマシンだって、うん、エフェクトガンガン乗っけたら重くなるわけやん。うん、そうね、本当にね、うん、なるじゃん、うん、でその 8K 万歳ってやっててさ、え、それね、え、なんつうの、編集って言って、お前な、なんだろうな、切った貼ったでキュッてなんかやった、なんもないの、そののっぺりした映像だけなのって話じゃん、うん、え、逆にがっつり 8K でガンガンあのエフェクトかけてってやって、え、それ動くマシン持ってるんだ、すごいねってなる、うん、うん、そうですね。 8K 動かすマシンすごいっすよね、はあ、でエフェクトがっつり乗っけて、うん、サクサクだったら、え、そういうマシン持ってんだ、あ、すっげえな、何のマシン使ってんだろうと思っちゃうんだよね。お金持ちですね。なんか 8K ってだって、いや、そのさ、全体的にさ、 8K になっていくことによって、うん、その PC スペックも上がってきててさ、そうやって M1 だってね、はいはいはい、すごい動画処理に向いてるって言ったって、がっつりその何、あのエフェクト変えていくと 4K でもだいぶ重くなったりするじゃん。で、なんだろうな、え、8K で何したいのってなんだよ。で、それが大体聞く言葉がトリミングできるやんっていうの。ああ。あ、下手なんだと思うだけなんだよ。そう。確かに。そっち系でね、突き詰めちゃうと下手なんだな、なんだけども。うん、まあ、でも、一応、将来的な可能性として話しておくと、うん、ね、なんかのデモンストレーションで 8K のやつ見たんですけど、うん、ね、8K にすると。あ、ごめん、俺も見た。わかる、すげえ。言いたいことは。とんでもないよ。あの、なんだろう、あの YouTube でもあるから。ああ、ありますよね。そう、あの立体紙を使ってないのに、うん、なんか立体に見えるみたいな。そう、だから突き詰めるとそうだけど、今え、ユータって今ってデモンストレーションの世界じゃん。そうそう、今あの一般化してないですからね。うん、そうそうそう、ね、ああ、なんかすげえなこれって、うん、で、これが一般的にいくには、そもそもその編集環境とかも含めて、もう2段階3段階以上のね、ね、一般の話ね、一般の話で2段階3段階以上もうなんか階段上がらないと無理。多分Core i7 で無理っていう、ね、でもあんなそんな世界じゃ無理だって。そうですよね。そう、 Core i9 っていうかジオンの世界、うん、あ、ジオンだってもう全然上のクラスじゃないと無理よ。そうですよね、うん、でグラフィックボードもなんかとんでもないのも乗っけないと無理。1個30万ぐらいするやつみたいな、うん、だから今そういう状況下で、うん、でそれでもエフェクトガンガンなんか乗っけねえじゃん、なの、うん、結局デモンストレーションだからって言っちゃえばそれまでだけど、結局さ、画素数だけが先行して6K8K になってても、結局環境整ってない中で、いや意味ないじゃんってなるんで、うん、俺そう、なんかさ、それをさ、すげえトリミングでね、こうやってやっても画質落ちないんですよって絵面ごと言ってるだけなんだよね。まあ映像業界のデモンストレーションとしてはすごく意味のある、未来はこうなるよ、だけど、最先端だけど、うん、まあね、一般的に、え、最先端じゃねえじゃん、だって。そうそうそう、最先端だったらもっと違うだろう、お前機器って話なんだよ、俺本当に。そう、民生機として 8K 求める理由って、え、それってさ、なんかなんて言うんだろう、使いもしないけどさ、今の 5G と同じ。あ、うん、5G、2ギガの映画が4秒でダウンロードできる。いやいや、絶対できないよって話だよ。あの2ギガの映画4秒で見ないし。そう、言うても誰かが言ってたけど、ストリーミングしたらあんま関係ねえしみたいな、ね、そう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 。あの、そうだから、なんだろう、その蚊がいる、数字のスペックだけが先行するのは、うん、なんかすげえ悪い習慣のようなイメージなんで、特に日本。まあでも、まあでも繰り返してきてるじゃないですか。それは日本全世界で、うん、まず先に数字がでアピールしてドヤってやって、まあね、やりつつ、でもさ、すげえ笑えるのがさ、うん、8K だぜっつって撮って編集重くて動かんみたいな。いや、そうっすよ。なんじゃこりゃってやってるの見てると笑うしかないよな。だって。2年ぐらい前の Core i7 でも 4K60p がきついんですよ。そうよ、うん、でエフェクトなんかなくたってまともにカクカク、あの動かないでカクカクだっただろ。そう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 、でまだ民生そんな感じなのに、そうそうそう、何をちまよってんのって。ね、それはね、 4K で十分じゃんって。で今の状況下で言うんだったら 4K で
がっつりエフェクト乗っけてもサクサクにしてくれたらもう パソコンも含めたそのなんつうの編集環境がそこまでいったらたどり着いたらいいねって感じじゃん、うん、だってそれだってえいくらよそのパソコンのスペックいくらよみたいな。そうなんだよな、そうなんだよな、ね、30万です40万です50万ですいや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 って話になるじゃん。 M1 がすげえすごいよって言われたのって10万ちょいとかの、ああそうですよ、ねね、マシンで 4K が、まあ、要はなんだろうな、今までってこうエフェクト乗せない前提よ、うん、乗せなくても 4K ちょっとうって おぼつかねっていうのがなってたのに M1 がさらさら動くじゃん、うん、ただエフェクトこんだけ乗せてやっぱ重くなるぜ。でも早いんだよ、処理が早くてそれ一旦処理が終わるとスムーズなんだ、やっぱりだからその辺はやっぱりなんかすごいよねってなるけど、うん、言うても今そんなレベルよ。そう、今までに比べりゃすごいしコスパすげえなだけど、うん、4K60p もさそんなガンガン編集できるかって言ったら辛いですよね。辛いよ、辛い。そうなんですよ。そうだから画素数万歳は俺どうなんだろうねってなる。確かに。そうで人の目そんな判断できんかお前って話だよね、うん、そのシチュエーションって本当にさっきも言ってたけどデジタルサイネージとかもそうだけどとてつもなくでかいモニターっていうかスクリーンだった場合は高画素であればあるほど恩恵受けるじゃん、うん、やっぱり、うん、だけどそんなんだ一部の人しか撮らねえし編集しねえし作んねえよって話なの。でも映画のスクリーンでも別に 8K じゃないですよね。そうじゃああれはもうなんだろう映写もうそ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 う単純に要はその光のにじみでカバーして、うん、カバーして割と十分だよ十分だよっていう、ね、だ俺だってはっきり言うけど、うん、これ動画の話だけどさ、うん、4K24 で 4K60p をね比べててすごいパラパラだよねっていう人いるけど、はいはい、どこまでお前分かってんのってちょっと正直思うとこあるたまに、うん、それってシチュエーションで確かにすげえスピード感のあるやつだと一瞬違和感覚えるっていうのが正直なところだけど、F1 とかスポーツの世界ですよね。そう、うん、で普段のやつでパラパラ漫画みたいって表現してるやつってなんかもう頭に吸い込まれてるだけなんじゃねえのと思ってるからね。じゃあクイズ出してこうお前どっちかこれがどうなんだよってやったら俺多分ね分かんないと思うよ。あとね、うん、ちょっとシチュエーションによって全然違うもんね。動画スポーツの動画見てて思うのは、うん、意外と 60p と 30p 比べた時に 30p の方がなんか自然に見える。ぬるぬるすぎるんですよ 60p なんか、うん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 、あれって多分人間のなんだろうな、これまた全然カメラと違う話なんですけどなんかで聞いたんですけど人間がその全然そうソニーでもないしソニーでもないところからカメラじゃなくなっちゃうんですけど人間が目を追っかけてる時って、うん、実は全部をその認識してるんじゃなくて、うん、結構飛び飛びあだからそうよ、うん、やった時に例えばほらここだけを注視して 60p を見せられると、うん、やっぱそれは不自然な、うん、要はなんか本来動いてるものを追っかけて飛び飛びなのに、うん、一箇所を見てるのにすげえ動いてる、うん、それが不自然なものなのに、うん、なんでお前そんな分かんのっていうのはあるでこれも同じなんだよ。だから俺の中で、うん、そのなんだ高画素そこまで違い分かる。でどっちかというともっと人の目の認識で言うんだったら明るさだったり、うん、全体的なディティールとして比べるとなんとなく分かるだと俺は思ってて、うん、そこのラインクリアできていればなんだろうなそこまで突き詰めていってもどうなのって。それって見る環境によって全くも変わってきちゃうじゃん、うん、だからそれこそあれですよ。例えばこれ何日か分かんないけど、うん、27インチの 4K のディスプレイが、うん、なんとなく最適解、うん、ちょうどいい、うん、フル HD だとさすがにあのサイズだとちょっと荒さが見えるけど、うん、4K いいんじゃない？そう。だ当面ね多分ね 4K なのよ、うん、4K でまだ突き詰められてもいねえし、なんだろうなその編集環境も整ってねえのになんで今 6K、8K で騒ぐのかなって。いやだからスペック中になってるじゃん。まあね、そうね、そう俺のカメラ 8K 撮るんだよ、うん、でって話だからさ。だからその 4K で十分滑らかなんですよね。そうで 8K になった時にもう
それこそそのな立体視の技術を使わなくてもなんかその立体に見えるっていうのは、うん、俺もすごいなと思ったけど、ね、うん、と思うけど、いやまあ別になくてもいいっていうかあのコンテンツが面白ければ、そう別にどっちかっていうと俺だから何度も言ってるけど写真にしろ動画にしろそうなんだけど、うん、撮るものじゃねえって、そう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 、一応一応ほら先生やっててさ、コンテンツとはってやってっからさ、うん、なんだろうね、まあ、そっちだよね、うん、そうそうそう、だから子供たちも、うん、いや別に撮る機会何でもいいよ、編集するのも何でもいいよって、コンテンツっていうのはねっていうのを教えてる側だから、やっぱ俺の中ではさ、いやコンテンツ作るにはいいカメラをとかっていう話は全くないし、全然違うよ。だからコンテンツで考えたらやっぱり質っていうのはさ、そのプラスアルファの部分で綺麗であればあるほどプラスにはなるとは思うけど、そこが最重要では全くないし、だって何撮んのって話で、ね、YouTube 見て再生数すごいのって、そのテレビの番組の画質の悪い、うん、だよ。じゃあコピー天才だって、いやそうじゃないにしたってだよ、今のトップ YouTuber の一部の人たちっていまだにスマホをジンバルっぽいものにつけて撮ってるからね、はっきり言って、でそれが 何百万回再生、もうはては1000万回再生とか余裕で叩き出してるような人たち、その辺をちゃんと構築したのが大吾じゃないですか。大吾もあいつずっとスマホで、そうそうそう、スマホで、ね、うん、あの俺大好きなんだけど、あの格闘家の朝倉未来もそうなんだ、ああそう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 、うん、たまに出るとスマホかよって、うん、なるんだよ。いやだから中身なんだって、そうそう本当にそう思う。でそれも今の子供たちも教えてるもん、やっぱり、うん、やっぱり中身なんだよっていう、まあ、ドキュメンタリーとかみたいにちょっと映像表現っていうか、いやでもここってさ、なんかジレンマがあってさ、一応俺やっぱりそういう映像を作りたい人だから、うんうん、綺麗な映像を作りたい人、作りたいですね、作りたいんだよね。でそれを求めるためにもうめちゃめちゃいろんなものを買うわけじゃん、いろいろね。いや言うても画質求めているくせに最終的に自分の中に分かってんのは中身っていうのが分かってっからさ、なんだこのジレンマっていうかさ、うん、そう、まあ自己満足なんじゃないですか。そうどっちかっていうと大事なのはまずコンテンツの中身で、うん、それをすごくいい環境で綺麗に見せたいからいい撮影環境が欲しいってだけになってるだけで、そう、だからそういう意味ではあのさっき前回かなライバーの話したじゃないですか、うんうん、同じようなレベルで競ってる中でいったら、うん、映像をきれいにすることで抜きんでるってことは、ね、そうそうできるけども、まあそういうことですか、うん、根底としては、まあ、面白いかどうか、そうそう、その中抜きんでるために、まうん、映像をきれいにしようっていう一つの要素にしか過ぎないんだよね、うん、でそれがさ、なんだろうな、編集も含めた作業環境がすごい動きませんって言ったらもう本末転倒、まあそうですね、もう、うん、ね、うん、なんだろうな、だそれこそだって 720p、 まあでもカメラでよくあるじゃんスペック中、ああまあまあまあ、でもそう、パソコンでもそうですし、何でもパソコンも同じだよな、何でも何でもスペックあります、スペックを凌駕していくことでマウントを取りたい的なね、うん、に見えちゃうかな。だってそういうことでいい、うん、ただ一部の人は除いて、まあまあ、ね、で一眼カメラの良さっていうのは、うん、ピント面の解像度と後ろのボケの差だったとした時に別にフル HD ですら必要ないみたいな、はい、そこって分かるよねっていう、はい、YouTube だったらみたいな、うん、そういう意味ではその何だろう、でも俺 YouTube 見てて最低でもやっぱりフル HD 欲しいなと思っちゃうけどね。いや思いますけどでも如実にあの HD マークついてないと画質多いってなるもん。いやまあそうですねでも中身が面白ければ見ちゃうじゃないですか。そうね、うん、そこだな、うんうん、中身面白かったら我慢して見ちゃうな、うんうん、でも中身クソつまんなかったらそこ消すよね。いやそれはあの画質関係ないですから、ね、関係ないね関係ないんだよね。関係ねえなっていうところなんですよ。というところで、話に戻しましょうよ、はい、無理やりでも無理やりにでも、まあ、だから画素数のさ、うん、今日は、うん、意外と落としたらいいっていう。そう、いや落とすなんだよ、実は、うん、そんなに画素数いらなくねっていう話だよね。そうそうそう、だから俺だから 7S2 の方がやっぱ綺麗かなってちょっと思っても、うん、全体的なディティールも含めてね。だから最近ちょっとだからその、うん、なんだろうな、もうなんかアルファ、うん、これ話ずれるんだよな、うん、アルファ 7C、うん、コンパクトだし、うん、カバンに収まりがいいって言うんですけど、うん、なんかその
写真撮るのが楽しくなってくると、うん、別にどっちでもいいやみたいな大きそのね、あそこのレンズの部分はちょっと出っ張ってようがっての時に、うんうん、やっぱちょっと考えるのが 7C と 7S2 両方売って 7S3 買うみたいなもうそれでいいじゃんって。え、何それ揺らいでんの。ちょっと考えて、あのそれはお財布とそうなんですよ、もちろん。いや、あの、なんだろう、そんな節操ないの割とねすごいな。いや、でもその別にそんなにコンパクトである必要がなくなってきたっていうのと、あ、今度動画にするかな、チェキ買ったんですよ。おお、前言ってたやつだね。そうそうそう、はいはいはい、あれをまさに買ってっていうか、あのビッグカメラのポイントが思いのほか溜まってて、あのお金払わずに買えたんでっていうか、なるほどね、買ってみたんですけど、あのね、楽しいんですよ特にそのお店とか、ね、はいはい、飲食店とか飲み屋とか行った時に、うん、パシャパシャ撮ってみんなで見てみたいなことが楽しくて、なんかそのあ、カメラってこっちかみたいななるほどね、うん、原点回帰で、なんかそっちの方に行ったんで、でもちろんその、ね、こうやって YouTube を撮ったりとか、うん、その他その写真の仕事も最近ちょっとするようになったんで、お、そうなんですよ。最近そのでそのクオリティは当然求めますよ、うん、ただその俺が撮ってる写真がどこで見られるかっていうと SNS とかウェブとかなんで、うん、あの高画素いらないんですよね。ほう、っていうことは低画素で高品質 で、うん、で動画も強いっていうところのバランスを取っていくと、うん、まあ、7S3 だよなっていう。あ、で普段の気軽なやつはチェキでもスマホでもいいじゃないかっていう、はい、要は 7C を普段持ち歩く理由がなくなってきたっていう早えな。いや、そうなんですよ。でしかもそういういい写真が欲しければ別にその 7S3 買ってそれを普段持ち歩いたってなんか最近苦になんなくなってきて、いや、でっかいカメラ別にでっかいっつってもソニーだから小さいじゃないですか。うん、まあね、そう、別にいいやみたいな。はいはい、いいんじゃない。ただ今は本当に別にお金余裕ないんでやらないですけどあ、そう、将来的には。いや、そう言っててなんか自主ない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 、それはないっす。って感じでやるようなんですね。無理無理、そういうネタ振りやめて本当にそういうことだった。なんかてててって言いながらこの辺なんかこうちょっと青たんできてるとか、ああね、そのね、一緒に住んでる方にそう、ちょっと家庭の事情で、ね、家庭の事情で青たんができるっていうのはね、いや、それは避けたい。それくらいだったらもうチャンネルのネタとしては大歓迎です。いや、いいですけどネタとしてはいいんだけど俺が辛いわもう痛々しいのにてててでもそれこそだってあれだもんな、前回までの動画で言った。いや、考えてるよマジでGH5 Mark II が欲しかったのは、うん、本当にそういう意味なんだからあれなんですよ。画質とかスペックってこうやってるの本当定まんねえな。え、俺なんか割とね、なんだろうな、こうそんなブレないんだよな俺。あ、え、そう、うん、いや別にこと足りてるけども、すげえな。いや、あれですよ、現実問題としていかないけれどもふわふわしてんな。別に考えるのは自由じゃないですか。まあまあまあね、まあね、まあね、うん、あの最適解を常に求め続けてるんで。ああ、なるほどなるほど、はい、ああ、そっかそっか、でもそれはわかるな。でも俺もなんか今ってようやく腑に落ちた婦人になってるわけよ、うん、やっぱりそういう意味で言うと、うん、そう FP 来てすごく収まりがいいっていうか、そう俺の中でやっぱり、その今ね S3 がいいとか言いつつ、うん、写真を撮るのは一眼レフの方がいいなとか思ってるんで、うん、だ写真用に一眼レフで、え、でもそのために7S2 と 7C じゃないの。いや、一眼レフがいいんですよ、楽しいですよ。はい、一眼レフね。レフ、はい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 、で動画用にゆらゆらのはやっぱりその GH5 Mark II は、あ、要は手ブレ補正がちゃんとしているライブ配信が単独できるってところは、要は住み分けとしてすげえなっていう、はいはいはい、迷ってるうちが楽しいってやつだね。そうです実際は買えないけどね。買えない。うーん、なるほど。いや、ミラーレスだけでいいって思えるんであれば、うんうん、
α7S3 でコンプリートなんですよ、うん、全部満たされる、はいはい、ただ一眼レフで撮りたいみたいなこの要望もあるわけ、ね、あるわけなんですよ。そうなってくると、うん、じゃあその対局に安くて10ビットのカラーグレーディングができるっていう α7 じゃあ GH5M2 が魅力的に見えたっていう意味では、なるほどね、そうなんですよ。真ん中取れば α7S3 なんですよ。要はそれ1台で全部、うん、だけど一眼レフに興味が出てしまったじゃあ動画の方はこっち側に対局に行こうっていう、うんうん、この中で揺らいでる揺らいでるパターン多すぎじゃねえかよ。いやそうなんです、そうなんです俺そういうのあんまないんだよ。ないでしょうね、はい、そう、もう当時から FP 欲しいなって言ってたじゃん、はいはい、でやっぱりだから手に入れて、うん、もうなんだろうな、思ってた通りだったし、そう、ただ一個あるのはやっぱりその富士のフィルムシミュレーション好きだから、うん、やっぱり XE4 欲しいなはあっても、逆になんかねそこの欲しいなと思ってた部分が FP がカバーしてくれてるところがあるから、熱も若干収まってはいる、うん、ただやっぱり欲しいですかって聞かれたら欲しいですはなるよ。だからそのノリですよ、うん、そこまで買う熱量高くないですよ。ただ欲しいかって言われたら欲しいよっていうのを あえて言葉にしてるっていう。なるほどね、はいはい、なるほどね、そういうことです。いやなんか俺てっきり来週にはこう青タン作って、無理っす無理っす無理っすってやるのかと思った。違うんすよ、ただただ、欲しいっていう希望てって言いながら、いやいやそれよりどうしたってそんなシチュエーションまでちょっと違うんすよね。大丈夫かそっちっていう、いや希望だけはたくさんあるんで。なるほど、買わないけどねっていう。いや買わないっす。今までの松井くんさ、なんかさ買わないですけどって言っててさ、次の週にさ、いやー買っちゃったんすよ。それはあれですよ。が3回ぐらいかね。その俺の経験不足により、やっぱりそのマイクロフォーサーズからフルに行きたいってなった時に、うん、チョイスを間違えた。動画をやりたいのに。ニコンの入門機来ました。めっちゃ叩かれてたよ。いやそうすごいですよ。いいねのグッドマークよりもバッドマークの方が2倍多いっていう伝説の動画です。伝説の動画。まあまあそれはいいんですけど、うん、まあそれは経験の浅さゆえですよ。いやまだ浅いから、そいやさすがにもう手が出んのかな。大丈夫っすそこは。そっか、もう今このだから α7C と 7S、 じゃあ当面はこの 7S2 と 7C で戦っていくって感じ、うん、そうですよそりゃそうっすよ。もう無理。いや俺的にはちょっと期待したんだけど、いや無理無理で、あれちょっと動画の中で言ったっけな、うん、ツアイス、ソニーのツアイスの 16mm から 35mm のレンズを買い足したんですよ、はい、ほうで、そうすると16から35、うん、まあ、F4 同士、うん、24から105の F4 同士っていうのが手に入ったので、うん、用途的にはもう間に合ったと。コンプリートなんです。コンプリなんです。で、35mm の F1.8 安めの単焦点も持っていると、うん、で、十分明るい、ボケる。で、シグマの 45mm の、まあ、かの有名なやつを持っているという意味では、ひとまず俺はな F4 同士ではねちょっとしんどかったから、やっぱり大三元って言われてるけど 2.8 同士じゃないときつかったかな俺は。あのボケが好きですよね。ボケじゃなくてもなんすか、あの高感度もだって明るさだったり、あそう、あのなんだろうな、仕事で考えたときにその結構その選べないシチュエーションって結構あるじゃん。あ、もちろん。でその時の本当に頼りになるなって感じることが多かったのがやっぱりね、うん、そこなんだよね。だから俺明るさが正義って思ってるのそこから。まあ確かに。要は暗くできるじゃん全然。でやっぱりなんかただ苦い思いもあるんだよ。はい。4同士で、うん、うわ これ以上明るくなんねえのかっていうのはね結構だいぶ経験してきたから、はい、なんかね F4 っていうのはねなんかうーんって感じになるんだよ。でそういう中で俺の中でちょっと揺らいでるのがやっぱりその 7S3 低画素でそこをある程度カバーするみたいな。完璧ではないですよ。じゃあ次の週あれだね、 7S3 でじゃあ買わないって。無理無理無理。あの 2.8 同士の
ね、あそっちもそうでてってってやってもう本当にもうこう包帯巻いてるぐらい あのカメラとレンズ両方ですかせめてどっちかにしましょうつらい何片方だったらいけるんだじゃん いかないですよすっげえじゃあせめてって話じゃないですかそのさあの両方要求するのやめてもらっていいですかそんないや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 無理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 いやいやいやなんか今までの松井君の流れからしたらありえるよねいやないっすよ今までは経験不足のゆえにフラフラしてたのも なんか結局落ち着きましたよ落ち着いてねえじゃあ本当に落ち着いてねえよ今まではその希望をただ喋っただけなんで、うん、実際に行動するかどうかって言ったらいやいや今まで希望を口にして次の週てっててが3回ぐらいあったんだああだからそれがなくなったってことですまあそういうことですよこれねあの次の日現れた時包帯したらもうあやったなって思うから、ね、その包帯前提なんですかねそんなに殴られますいやなんかイメージイメージかなるほどねそうそうそうまあでもそのくらいのことですよねそうだね、 そうですね今までの流れで言ったらいやいやこれツッコミどころだろう奥さんっていうなんせ50万単位の金が動きますからね50万じゃ効かないでしょあそっか、うん、まあだからそうダメですよね、うん、ダメだねダメだダメだいやでもまあでもさそれはほらだからまだあの仕事を始めだすにもちょっとまだ奥さんからしたら趣味の範囲として見られてるから完全に完全になるほどだけどね俺は仕事だからそうそう、ね、全然その桁じゃないだから単位での買い物はするけどもうそれでもうーって言われるもんねそうなんですよね元取んのかあのなんかどこまで行っても文句は言われるんですよね言われるあそこが辛いとこですよねまあまあしょうがない何の話いやだセブン S3 欲しいって言い出したからねそうですねそうでもセブン S3 は欲しいのは事実ですいやそれは俺も欲しいもんおお欲しいよくれるなそういやその欲しいの欲しくないの金銭的な心配がないっていう前提で言ったらそれは欲しいっすよねでも買えるんだとしたら、うん、違うのかもしれないじゃんそうねまあねまあね、まあまあそれはいいんですけど、はい、ということ で、まあ、でも本当だからあれだよねもう話元に戻るけど、うん、低画素で十分なんだよそう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 結果、うん、結果なんか、うん、そうで日曜用途で言ったらそれこそいい結果が出るっていうことが多いなんか思いのほか 7C ディスってないいやそんなことないですよ、うん、ディスってはいないです、うん、低画素いいなっていう話であってああそっかで 7C はだあの今まで普段持ち歩きで大活躍してくれたんででも持ち歩かなくなってきた的なこと言ってたよねさっきああでもそれでもやっぱりえでも持ってるんでしょ持ってますもん、うん、要はあの頭のポコっていうのがないだけで、うん、カバンの収まりが非常にいいのであそれはねすごいわかるうん、うん、ということなんでまあ引き続きこの2台体制でずっとはい、はい、やっていくつもりではありますので、はい、じゃあ、ね、青柳さんからのいやそういう比較じゃねえよっていうもしくは、うん、その 7C のフィルターのマックスでかけたときどうなんだよっていうのを聞きたいんだよってああそうですねそうリクエストがあれ あればあの答えるって言ってるんでああそうですよ、うん、もちろんそれはやりますよ、うん、ろれつ回ってないけどそうですねだいぶまあそんな感じで、ねはい、やっていきますんで、はい、引き続きよろしくお願いしますってことでねはいなんかあの回を追うごとに本当にすごいろれつ回んなくなるねそりゃそうですよだって3本撮りとかになってくると、うん飲む量が増えるのとあと夜が深くなるとあのシンプルに眠いもう全然平気なんだけど眠くなんないですか眠くもないし酔っ払ってもいないけど、ね、俺酔っ払うし眠くなるしなんですよすごいねはい、はい、そんな状況でやってます、はいはい、そんなチャンネルですはい、はい、ということで、はい、今日はねソニーのカメラの比較しましたしてないほぼしてない初めの5分で終わってるそうなんだよなあのいつものごとく違う話になってすごい脱線してハッて気づいて元に戻ろうとするんだけど戻りきらない元に戻った瞬間に違うところにまた行くっていうね、うん、まあなんか、ね、いつものことですね今日は多分このカメラが欲しいっていう話をし続けたっていう、ね、松井くんが急にあの 7S3 を欲しいって言い出してあ欲しいそう最終的にそこに行き着いたみたいな話になったから、うん
あ、買うんだっていう買わない話になって、買わないんだって。え、でも買うってことはさ、多分奥さんただじゃおかねえよな。じゃあ買うってことはじゃあ前提が欲しくないですか。え、あ、そう、買うことになってるの。なんかで今までがそうだったからさ。あ、まあ今まではそうですよ。でも買わないっすよ、もう。いや、欲しいと思ってんすよねって言ってて、次の週てっててってな出てくるからさ、マジかよ、で、このレンズ欲しいと思ってんですよねって言ってて、よく知る、てってて、で買っちゃいましたって、もうずっとそのパターンだからさ。違う違う、盛りすぎですよ。そんな翌週ではないですよ。1ヶ月か2ヶ月先ですよ。ええ、ほぼ変わんねえよ、それ。変わるって。そんな話してどうでもいいんですよ。はい、ということでね、本当に、本当長くなったな。はい、来週期待してちょっと。はい、はい、そうですね、はい、まだ、え、何をじゃあ期待しないでくださいよ。ということで、はい、本日も最後まで、本当長い動画をね、本当にね、何本も立て続けに、はい、ありがとうございましたっていう。いそうですね。ちょっとね、今日、別に酔ってるだけじゃなくて、ちょっと調子悪いんですよ。ろれつが。ろれつがね、はい。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。